どうも皆さんこんにちは、キョウキョウです。今回はですね、もうあそこまで有名になるかと、タウンホール7のね配置とか検索すると、まず最初に引っかかるのがポーカー型だと思うんですよ。クラン戦最強配置、本当に最強じゃないかなと思うんですけれども、そのポーカー型の由来について喋っていきたいと思います。あのですね、もうここまで本当に有名になると思ってなかったんですね。そしてまあ結構その注目されて、他のブログの方でも、タウンホール7のその配置が強いということで、トーカー型結構紹介されたりするんですけれども、まあ、トーカー型、なぜトーカー型、トーカーっていうね、意味のわかんないじゃないですか、まず。まあ私がですね、まあ、つけた名前なんですよ。私ですね、そのトーカー型を作った、まあ、私がですね、名前をですね、まあ、適当につけた、その時に、まあ、アロー型っていうのは結構その、なんつうでしょうね、インターネットで話題になっていて、そのアロー型、なんとか型っていうのがちょっと自分の中で憧れというものがありまして、なんとか型っていうのをつけたいなと思って、で、この配置を提供してくれさったのが、まあ、以前私が所属していたそのクランの方が、この配置強いよということで、まあ、私もその方とも連絡取ったりするんですけれども、その方がトーカっていう人なんですよね。その配置をね、その考案したというか、この配置強えなって言って、最初に私に教えてくれた、まだ全然流通していない頃に私に教えてくれて、その人が作ったというか、その人がもうちょっとアレンジしたみたいな感じなんですけれども、その配置を私が教えてもらった人がトーカーっていう人だったんですね。そのトーカーっていう人、そのクラクラの名前ですよ、クラクラのトーカーって名前を、それにね、ガタをつけたかったんですよ。私がアロー型ね、そういうガタとかがたくさんあって、アロー型みたいな感じでトーカー型にしたかったっていう、はい、ただそれだけです。はい、もうね、はい、すいませんね、まあ、トーカー型ということで、まあそのいもうこんなにね、まあ、その広くね、そのなんていうんでしょうね、こう他のブログとか結構そのね掲示板とかで言われるにあたって、なぜトーカー型なのかという謎をですね、やっぱ明かしとかないといけないかなと。もう今後ね、なんだこいつみたいな感じになっちゃうとダメなので、一応なんていうの、明らかにしておきましたということで、今回はトーカー型の由来についてのお話でした。ご視聴ありがとうございました。